今回は、アスランはネットで叩かれるほど裏切り者のクズじゃないよね、に対する反応集をご紹介します。アスランってさ、なんか言われてるほど裏切り者とかクズとかと思えんし、むしろいたわしい側の男じゃないの？その二つが両立してるってのが正しいと思う。まあ映像作品内では内面より外面の方が印象残るのが常だから裏切り者のクズって印象の方が圧倒的に強いけど。それはそれとしてしっかりしろ。裏切り者扱いはネタ的な意味なんだ。アスランはクズというよりは残念な奴扱いでは、なお迷わなければコズミックイラ最強と目される男。そのせいで秒でダルマにされる。コズミックイラ最強は公式でキラだったりする。かがり、メイリンは未だにモヤモヤする。それに関してはかがりの方がもうアスラン言ってられるような立場じゃないので。かがりもかがりでアスランより国選んでるし。多分一番言われてるのはオーブ、ザフトのところなんだろうけど、オーブでできることが何もない。父の信徒が暴れてた。デュランダルの説得、イザークたちの説得、があったからこそなのにそこまで言わなくても。みたいに思っちゃった。キラにも突っ込まれてたけどザフトに復帰した結果オーブと対立してるのは本末転倒なんよ。何かしたかったアスランの気持ちはわかるけど、オーブやカガリに一言もなく勝手にザフトに復帰は非常にまずい。結果論ではあるがザフトからオーブへ通信することはまず不可能だし、仮に許可を取りに帰ったとしてもカガリはもうオーブにいないし入国すらできない可能性がある。そしてそれはアスランの責任ではなく国を出たカガリとカガリを拉致したキラたちの責任だ。実際にアスランがそういうのをやってダメだった描写があればまだ理解できるけども。一番言われてるのはキラは敵じゃないのところじゃない。他はともかくあそこは擁護できない。責任感があまりにも強いから自分の力で父の過ちを注ごうとしてあがいてるだけだからな。クズかどうかはともかく、あんだけ陣営変えまくってる奴が裏切り者扱いされないわけがない。クズ呼ばわりされるのは裏切り行為についてより女性関係がだらしないからじゃないかな。マジでこれだけは違うからな。女の方から勝手に寄ってきて勝手にがっかりして去っていくんだぞ。女性関係がだらしないってどういうことよ。アスランがナンパな男だったり、下半身で不祥事でも起こしたことあるのか。ミーアから気づかぬうちに予売&同金されてたぐらいだろ。ルナマリアには予防線張ってたし、メイリンには助けられたこともあって突き放さず面倒見て一緒に過ごしてる。アスランがだらしない男なら責任なんて放棄して捨てとるわ。そりゃ事実だけ見たら裏切り者だけどさ、そこまでに色々な葛藤とかがあったからこそなのにアスランは絶対裏切る、みたいに言わなくても。それについてはぶっちゃけキラ、シン、アスランが同陣営だと戦力過剰すぎるから、分散させるならアスランだろうな。でもどうせ最後は合流するんだろうな。っていうとてもメタ視点な話では。残念ながら迷ってようが迷ってまいが本編で組織のくら替え本人の意思で複数回やってや裏切り者だのコウモリだの言われるんだ。悪いやつじゃないんだけど視野が狭い。どっちかっていうとアスランは広げすぎて足元がお留守になるタイプで、キラが視野は狭いが自分の足元はがっちり守れるタイプ。少し前まで世話になってた感を容赦なく落とそうとする割り切りの良さがね。あれはミネルヴァが防衛している対象が悪い。アスランザラ相手にオーブ応答としている大量破壊兵器を護衛するなんて何されても文句は言えない。アスランの女性関係についてはスパロボで執拗にいじられまくったせいもあるから、だいたいスパロボが悪い。かがりとくっつかなかったからアスランの女関係はダメってやつ、マジで作品を理解してない妄言じゃないかと思う。アスランのコミュ力は前作の時点ですでに。勝てば官軍の擬人化やぞ。こいつにはこいつの意思を突き通す力があるからな。言ってしまえば負ける方が悪い。裏切り者。ザフト、ラクス組、オーブ、ザフト、ずっとも同盟、とかフラフラしてるのは確か、クズ、彼なりに真摯に平和のためとかに頑張ってるのでクズではない、おいたわしい、せやね、悪い奴ではないんだよ。父親がタカ派、行政府に認可されてない国に認められてるかわからん期待を乗り回してる親友がいる、
脱走歴あり、こいつなんで養殖につけたんだよ。めっちゃ強いのと結果的に人類滅亡止めてるから。悪いやつではないし優秀だけど行動と性格に問題ありすぎるわ。アスラン目線で言えば当人なりにいろいろ悩んで世界のために今の自分にできることをやろうとした結果ではあるんだ。もろもろの行動が他人からしてどう思われるかってのがアスランがいろいろ言われる理由なんだけど。裏切りと言っても一気のザフト、オーブくらい種子のオーブ、ザフトはちゃんとした遺跡だし、その後のザフト、オーブはむしろアスランが切り捨てられてるし、ただ単独で戦況を動かせるくらいの強さを持ってるのが悪い。かがりもかがりでアスランの前でやはりお前らザフトはっていうからな。アスランの中では理屈理論が整ってるんだけど、旗から見たらなんで？って行動ばかりしてるのが。これに尽きる。実際女にだらしない勝ち馬乗りの裏切り者ではないことが視聴者にはわかるけど、未来のコズミックイラの歴史学者がアスランザラを研究したら、劣勢になると土壇場で裏切ってるとか用心の娘を乗り換えてって思われてしまうタイプ。とは言ってもオーブ残ったところでキラがかがり強奪することこいつ許すのか？アスラン残っててかがり強奪しなきゃならん状況になってたらそれこそお前何してたん？ってなるだろ。護衛官に何かできる権限があるとでも、キラと違ってアレックスディノはオーブ行政府に宮仕えしてるんだけど、政府の意向を無視した行動が取れるの。アスランよりキラたちの方がよくわからなかった。オーブに味方まではまだわかるけどジブリール捕まえるの邪魔するわ、プラント打たれても放置だわ。全体的に見てステラ倒した以外結果的に連合に有利になることしかしてなくない？あそこら辺はキラ自身もよくわかってないからな。ザフトに殺されかけたから何もしないわけにもいかないし、かがりのわがままに付き合ってオーブも守ってるし、ザクスとキラが2年間何もしなかったことのしっぺ返しを受けてるのがあの期間。当時の設定だとキラはつい最近まで重度の鬱で、ザクスや両親に介護してもらってたくらいにヤバい状態だったから。何もしなかったじゃなくて何もできなかったでしょ。最新設定は知らんけどキラとラクスって程度の差はあったけど二人とも鬱になってたよな。キラとアスランは親友だけど互いの欠点には不満を持って愚痴ってたりと対等な関係感あるのは好き。オーブ、ザフトに関してはアスランの心情からすればなぁ、何せプラントはアスランにとってふるさとだし、そのふるさとがまた戦火にさらされて母親を奪った核攻撃まで敢行された。イザークやディアッカが過去と向き合いながらザフトで精一杯頑張りつつ、偽物ながらミーアも戦争の拡大を食い止めようとかっこ少なくとも当時の本人は活動している。じゃあ自分はオーブの護衛官アレックスディノで何ができるのか。世界どころかオーブ国内でも何の権限も持たず、かがりという名の結婚さえ止めることなどできはしない。フリーダムを隠し持っていたキラと違ってモビルスーツの一機さえアスランは持っていないのだから、アスランザラとして今一度過去や世界と向き合いたい、何かしたいって考えるのは当然よ。アスラン、カガリ、キラ、ラクス、立場と能力のせいでやらざるを得ないと思い込むだけで全員向いてないんだよな。立場なんか知らん。って駆け落ちでもできればよかったんだろうけど、みんな背負いすぎだ。人格は問題ないのに上司に欲しくないガンダムキャラランキングでは間違いなくトップに入る不思議。アスランは好きだけど上司ならディアッカかイザークがいいです。まあアスランが裏切るってことはその陣営が何かやらかすサインみたいなもんだから、ある意味警報器や。かがりもうすうすとアスランの気持ちが自分に対してはともかくオーブにはあまりないことを察していたからなぁ。最終的にオーブ軍入りはしたけど、かがりの最優先事項がオーブという国である時点で、アスランにもそれを求めてしまうのがね、無理があったというか。どう考えてもいたわしい側だし、環境を考慮するとむしろようやっとるまである。理性も責任感も背負わされたものもでかすぎる。ただそれはそれとしてもうちょっとこう、さあ、という部分があるのも否定はできない。アスランもそろそろ再評価されるべき。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
命出し尽くし明日へ。